アンソニー・アーピンはアメリカ合衆国カリフォルニア州バーバンク出身の男子競泳選手。黒人の父と白人の母の間に生まれる。19歳の時出場した2000年、シドニーオリンピックで米国水泳初の黒人系代表選手となり、50メートル自由形で同僚のゲイリー・ホール・ジュニアと同着で金メダルを獲得した。 翌2001年世界水泳選手権の100メートル自由型では、ソープや方変バンドを押さえて優勝した。しかしシドニーオリンピック後から、薬物依存やアルコール中毒に苦しみ、競技から離れ、一時期は自殺も考えるほどであったという。2005年にシドニーオリンピックの金メダルを売却して、収益金をスマトラ自身の被災者のため寄付した。 競技休止後はバンドで演奏をしたり、世界中を旅したりしていたが、2012年に競技にカムバックを果たし、同年開催のロンドンオリンピックで12年ぶりのオリンピックに31歳で出場した。50メートル自由形で5位に入賞している。2016年リオデジャネイロオリンピックに出場し、フランスのフローラン・マナドを破り競泳50メートル自由形で金メダルを獲得した。 35歳で金メダルを獲得するのは、同競技では史上最年長である。短距離選手として、決して恵まれた体格ではなく、競技の要であるスタートを増えてとしながらも、トップスピードに乗るまでの速さと、最大遠足を武器とする。競泳界のみならず、ローリングストーンズ氏の表紙を飾るなど、人気の高い彼であるが、競技資金は苦しいものであった。 オリンピック選考を考慮する大会の一つである FINA 競泳ワールドカップに参戦するためクラウドファンディングを活用した。2017年9月21日現在、ありがとうございます。